OK。そしてこっちも。でね。ラント殿、このラジオ知らんと。時刻は13時を回りました。ラントのこのラジオ知らんとの時間です。MC は愛知県在住 FM ギノワンリスナーのラントです。この番組はギノワンヒルズ通り FM ギノワンの放送局と、愛知をズームで結んでいます。この後1時半まで放送します。皆さんお付き合いのほどよろしくお願いします。皆さんこんにちは。愛知県在住のラントです。いかがお過ごしですか？今日は7月の16日、日曜日です。愛知はですね、来週、梅雨明け宣言があるとのことで、まだ梅雨は明けてないんですが、毎日暑い日が続いています。今日もこの方と一緒にラジオを行っていきたいと思います。はい、皆さんこんにちは。キラキラ、アッキーラです。よろしくお願いします。ティラさん、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、皆ティさラん、さん、ははいい、あ、どうぞどうぞ。はい。お互い、どうぞどうぞどうぞ。どうぞ。新しいくだりですね、ナントさん。はい、はおい。疲れ様です。いつもありがとうございます。いえいえ、本当に仕事ね、上がりで毎日収録させていただいて、ナントさん。疲れも見せずに元気を見せていただいてありがとうございます。はい。FM ギノワン大好きっ子なんで、あ。もう FM ギノワンに身を捧げる覚悟で、いつも仕事をしています。もうそれを言われるともう涙出ちゃう。本当に。すごいっす。で、ラスさん、また今日もね、テーマすごい、本当に、宜野湾だけじゃなくて沖縄を愛してる感がすごい強くて、ね、すごいテーマとなってますので。ぜひ皆さん最後までお付き合いください。よろしくお願いしお願まいしす。ます。この番組では皆様からメッセージ、リクエスト曲を募集しています。メールアドレスは lant.radio@gmail.com。lant の綴りは ranto. ラジオの綴りは radio@gmail.com。この専用のメールアド、ぐるるる。この放送の専用のメールアドレスになっています。またこの番組は YouTube でも見ることができます。FM ギノワンのホームページからこの番組を見ることができます。もし見ていいなと思ったら、高評価、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いします。また、サイマル放送も行っております。皆さんのスマートフォンで聞く場合は、リスラジかマイチューナーラジオというアプリをスマートフォンにダウンロードしていただき、いつでもこのラジオを聞くことができます。皆さんの携帯に合わせた環境で番組に参加してください。それではここで曲をお届けします。今年ディズニーが100周年を迎えました。私が大好きな映画の一つ、実写版美女と野獣、日本語吹き替え版でどうぞ。噛んだ。
お届けした曲は、実写版美女と野獣で、美女と野獣日本語吹き替え版でした。はい。では次はですね、このコーナーに参りましょう。ラントーク。はい。よし。ラントークのテーマは、A&W に行ったらあなたは何を食べますか？または、A&W に行ったことがない方は何を食べたいですか？です。今日は A&W についてとことん語っていきたいと思います。イエーイ、待ってました、ラントさん。はい、メールが何通か、聞いてる前にですね、はい、いつもツイッターで次の次週のメールテーマを告知するんですけど、そのですね、テーマのところに、リプで、ツイッターのリプで、書いてくれた方がこれ紹介していいよって言ってくれたので、そっちをまず紹介したいと思います。ラビドラさんという方です。はい、ラピドラさん、はい、ラビドラさんが食べるのはですね、はい、メルティーダブルバーガー、あとでかいやつのスーパーフライ、お、スーパーフライ、あとハムチーズサンド、コーヒーかっこブラック で、調子よかったらチキンサンドということでした。で、すごラいビダワさんからですね、A&W のコーヒーはめちゃくちゃ美味しいので、みんなに紹介し、絶対コーヒーは美味しいですって紹介してくださいって言われましたので、皆さん、A&W に行ったらコーヒーを飲んでください。わかりました。でい、もね、じゃあ、ブラ、うん、はい、次、どんどん行きましょう。ブラックですね。ブラックです。砂糖もミルクも入れちゃダメです。ブラックです。必ずブラックで。です。わお。飲めるかな。次はですね、はい。ラントさん、スタッフさん、ラジオネーム、名古屋のダンサーズさんから来ました。いつもありがとうございます。ダンサ名古ーズ屋のさん。ダンエンダーですか？エンダー限定は難しいですね。あえて言うなら、カーリーフライポテトがいいですね。くるくると螺旋状になったポテトフライに独自のスパイスがかかっているのがいいですね。ただ残念なのは、ルートビアがとても厳しいのです。飲み物はもっぱらコーラになります。皆さんはエンダー以外の沖縄のハンバーガーショップへ行きますか？ということです。なるほどね。いや、でも本当にいいとこついてますね、ランツさん。カーリーフライ。これね、僕はさらにその上のチーズカーリーフライ食べます。私はですね、はい。チリチーズフライ？ああ、チリチーズ？はい、あれはい。あを食べます。れ、すっごいジャンクよね。でも、超美味しいよね。そうです、カーリーね、フライ。たまんない。
今ですね、私、タブレットで、なんとですね、A&W のメニューを見てるんです。見ながら喋ってるんですか？そうなんです。わもう、サイドメニューの中に、ローディットポテトフライという、なんか、今までに見たことのないメニューを見ました。ローデッドポテトフライ。ローディッドポテトローフライ。デッド。それってもしかして、エンダーもね、なんか各エンダーあるんですけど、揚げな店とか、焼きバル店とかあるんですけど、プラザハウス店だけちょっとおしゃれなエンダーになってるんですよ。はい。もしかしてそこのメニューではないですか？プラザハウス店。違います？ランさん。那覇空港店と全然違う。宮古島空港店は あ、対象外なんですよ。対象はい。外なんで、あ、そ対れ象以外外。は多分あると思います。なんかメニューを見ると、なんかポテトチップスみたいなフライに、タコスのミートとかがかかってそうなやつです。皆さん、ちょっと A&W のサイトを見て、ローデッドポテトフライは何かっていうのをちょっと確認してください。ちなみにです、これです。ちょっとね、画像をお注持目ちので方、見えるかな？おー、すごいすごい。ほんま。す。これです。ちょっと美味し音声そでは、伝わりにくいですが、そう伝わそりにくいです。これう。です。ローデッドポテト。なんだろう。ぜひ、沖縄立ち寄った際には A&W で、ローデッドフライを注文お願いいたします。です。あと、エンダー以外のハンバーガーって沖縄何があるかなってちょっと調べてみたら、ジェフ、ジェフ。ジャフのテレビじゃあ、あるん車を。で ランドさん、それそうなん車ですね。ね。私、そう。このですね、なんかハンバーガー屋さんのガチャガチャはしたことあるんですけど、その時にですね、ヌーヤルバーガーっていうのが気になったんですけど、ヌーヤルバーガーはご存知ですか？まあ、明らかはご存知だと思います。ご存知ですよ。もう、ご存知であげております。はい。もうこれはね、何ですか？これね、ゴーヤーバーガーとか、なんかその語呂合わせで、いろいろあるんですよ。このゴーヤーバーガー、ヌーヤルバーガーって、昔、ダパンプさん、ISSA さんも言ってたんですけど、そういう沖縄の人の、なんていうのかな、合言葉みたいなことがあって、で、結局その合言葉でみんながあーはーって笑うんですけど、ただこのヌーヤルバーガーについては、基本的にじゃあ何かというと、これはヌーヤルっていう言葉から来てるんですよ。どっちかといえば。なんてこった！そう。ヌーヤガーとかヌーヤルっていうその言葉から来てるんですね。今まで食べたことないっていう、その言葉から生まれた名物、ヌーヤルバーガー。ということで、実際じゃあそのヌーヤルバーガー何なのかっていうのをちょっと僕が説明していいんですか？実際、ランツさん食べました？私、ジェフに行ったことがなくて、もっぱらエンダーに行ってしまうので、名前だけは聞いたことがあるんです。ヌーヤルバーガーとか、なんかマギーヌーヤルバーガーとか、でもちょっと食べたことがないので、アキーラさんの口からご紹介をお願いします。なるほどね。いやー、どうしようかなー。これ伝わるかなー。でもねー、なんだろう。来て実際食べてほしいっていうのもあるんですけどね。本当そうですに。ね。じゃあ、言いますね。これが、じゃあ、続きは CM の後。そうです。なんだろう。このね、ヌーヤルバーがまず入っているものをちょっと説明していきます。ゴーヤー、の、なんだろうな。ちょっと待ってね。今喋っててね。逆何に、だろう。そうそう。卵ですか、これ。これ、卵と、ゴーヤ。いや、ゴーヤーではなくて、卵と、この、あ、合ってるのはゴーヤーだな。ポークランチョンミートってご存知ですか？はい。
よくおにぎりの上に乗っけそう、ごめんなます。さい。この説明がちょっとわからない。あ、通じます？このポークランチョミートって、みんな。ポーク。で、それにチーズが挟まっています。すごい。そうそうあ、そう。本当だ。美味しそう。で、やばい。まずそう、バンズ。で、ゴーヤ入りの卵焼き。で、ポークランチョミート。そして、チーズという並びですね。そこにマヨネーズが入ってて、ちょっとマッチングしてる。なんかちょっとバンズと具材をくっつける役目なんですけども。じゃあ、マギーヌヤルバーガーっていうのは、こはれい。がもう一個入ってるってことですよね。そうですね。極端にマギーっていうのは大きいっていう意味なので、あ、で大きい。かくなっております。はい。美味しそう。やばい。なんか、沖縄に行ったら、はい。ジェフでヌーヤルバーガーとマギーヌーヤルバーガーを食べてみたいと思います。ぜひ。でもね、そこ、まあ、ジェフさんももちろんそうですけども、まず、A&W に足を運んで、そこでそうですね。慣れて、もうワンランクちょっとディープなところに行く場合は、ジェフをお勧めします。私ははい。い A&W は牧港が大好きです。やー、素晴らしい。もう、ナムさん、そろそろ A&W からあれ来るんじゃないですか？ スポンサーで来るんじゃないですか、これ。ちょっと、そうで言っときましょう。うん。す。T シャツ、スポンサーをおね。願いします。T シャツお待ちしております。はい、よろしく。じね。ゃあ、そうなんですよ。行きたいんですけどね。はい。なかなか行く機会がないので、もう愛う知に、ジェフとん。うん。エンダをちょっと呼び寄せたいと思います。ぜひお待ちしております。はい。じね。ゃあ、う最ん。後のメールがあるので、次に行きたいと思います。行きましょう。ランタさん、アキーラさん、こんにちは。沖はい、こんにちは。縄愛知だ、沖縄のラジオリスナー。沖縄大好きです。いつもありがとうございまありがす。とうございます。あなたが A&W に行ったら何を食べますか？ルートビアかオレンジは必ず頼みます。前の職場の夜勤明けの日にはエンダーに寄ってた時期がありました。ハムチーズサンドやハムエッグサンド。コニードッグを頼んでましたよ。おお、ということですね。コニードッグ、聞いたことがないですね。コニードッグ。そうだね。ホット。コニーってなんだ、一応、見た目はホットドッグと変わらないです。あ、ありました。コニードッグ。あ、本当だ。チリね。ドッグみたいなのか。そうそうそう。なんでみんな。コニーなんだろう。これ僕もちょっともうずっとホットドッグのことコニードッグと思ってたので。なんかミートたっぷりのスパイシーなオリジナルのコニーソースをかけましたって書かれてます。コニーソースがかかって、ホットドッグじゃなくてコニードッグって言ってるんですそうね。ですね。はい。私おは A&W で必ず、ルートビアを頼んで、なんか7、8杯飲むのが好きなので、A&W はもう、1時間とかいますね。絶対。素晴らしい。でね、これ沖縄独特の、なんだろう、文化っていうか風習かもしれないんですけど、ランツさん。こはい。の A&W で、やっぱルートビアおかわり自由そとういうなんですよね。観点から、おば様方がですね、そこで井戸端会議ならぬ A&W 会議が行われております。じゃあ私もそのおばさんの仲間入りですね。ああ、もうめちゃめちゃまたそのね、お話し会、ユンタク会って言いますね、沖縄でユンタクお話。そう、ユンタク会が行われるので、ランさん、ぜひ、多分心地いいと思います。そうですね。今度じうん。ゃあ、アキラさんとユンタクしましょああ、いいです。全然、全然。う。ツイッターでユンタクをお願いしまパーソナリティでユンタク会やりますか。す。あ、やりましょう。じねゃあ、アキラさんえ。はい。と、まゆゆさんと、お。あと、チョックンと、お。りょうじかんのりょうさんと、おう。ちょっとひふみさんも呼んで、あ、ひふみさん、ミルクばっかり飲んでごっくんちょしてるからやめときましょあ、やめますか。じゃあ、マーヨさんとかも呼びますか。いいですね、いいですね。じゃあ、ラントさんが指名した人たちでちょっと集まりましょうか。終わりますか。じはゃあ、また沖縄に行く際は、必ずユンタク会をエンダーでお願いします。い。よし、ラントさんを囲んでユンタク会。はいいっい。すね。やりましょやりましょう。う。うん。それでは、今日の
ラントークここまでです。もうメッセージは以上でしたっけ？以上です。そっかそっか。今日は以上です。埼玉の郷さんとかも来てましたよね、なんつ私のツイッターを見てたうんの。だ。一応チェックしてますよ、僕は。そのたわいもないツイッターを。いやいやいや、たわいもなくないですよ、めっちゃ。だからね、埼玉郷さんもここで参加とかしてくれて、ほんま、そう、嬉しいっすね。そうなんですよ。いつも皆さん絡んでくださるので、本当に買ってます。皆さん、メールや本当に感謝してます。ありがとうございます。ね、忘れたわけじゃないですよ。ね、すべじて。ゃあせっかくなんで来週のテーマとか何か決まってますか、ランドさ来週のテーマは、ん。あなたが行きたい世界遺産はどこですか？世界遺産ということで、世界遺産に認定されてるとこってことですね。はい、はい。ちなみに私が行きたい世界遺産は、宮島の厳島神社です。もう今テーマ作って今答えちゃったんですけどいいですか？ じゃあ、まだ行きたいところがいっぱいあるそっかのそっで。か。うん。はい。なぜこのテーマにしたかというと、実は世界遺産検定という検定試験があるんですね。で、私、それの試験の教科書をちょっと読んでるうちに世界遺産に興味が出てきたので、皆さんの世界遺産を聞いてみたい、好きな世界遺産を聞いてみたいと思ってこのテーマにしました。素晴らしい。もしメールがちょっとできないわっていう方がいましたら、ツイッターのリプでもいいので、どんどんメッセージを寄せください。よろしね、く。そうですよ、ランさん。せっかくツイッターに来てる、ね、のコメントに使えたら一番いいですよね。皆さんに伝えておきましょう。このツイッターでいただいたコメントは、ラジオでも流しますっていうことで。ね。それです。ラントが責任を持って放送に乗っけます。もし放送に乗っけてほしくないという方がいましたら、まあリプで一言いただければ、口を固くつぐんで。オッケーです。ね、ランさんは言わないけど、天眼、じゃあ、アッキーラがバラすかもしれないからね。じゃあやめてください。アッキーラさんがバラすなら、もうちょっとね、今までお世話になりましたって言いますね。でも、あれですね、流してほしくない人は、なんか星マークか何かで、これはオフ、そうですね。ね。か、ダイレクトメールでメールもいいで、ので、オフレ一コ言でね。オフレコでくだされば、決して流すことはしませんのしまで、せんので。個人情報保護法を守りたいと思います。さすがラントさん、素敵です。はい。以上、ラントークのコーナーでした。また来週よろしくお願いしまお願いします。じゃあここで、す。はい。エンディング、残り1分少々となりました、ラントさん。はい。また今週も放送を皆さんお聞きくださりありがとうございました。また、メール、そしてツイッターにリプなどをいただいた方もありがとうございました。ありがとうございました。毎日暑い夏が続きます。最近熱中症で愛知県は32人ぐらい一気に搬送されていることもあるので、私も体調をに注意して、また来週もラジオお届けしたいと思います。ぜひ熱中症に気をつけてください。あきらさんもまた来週よろしくお願いしまぜす。ひよろしくお願いいたします。はい。以上、ラントのこのラジオ知らんと、皆さんのお耳のお相手は、愛知県在住 FM ギノワンリスナー、最近はもっぱら、カルピスを飲みまくってるパンタと、同じくカルピスを炭酸にして飲みまくってるアッキーラでした。また来週、さようなら、皆さん。ババイイチバーイ。ャー。